夜間チェック8月17日土曜日配信分です。5秒前4 3こんばんは、時刻は午後8時25分です。えー、噴煌ものの記事を読んでしまいましたので、夜ではありますが、ちょっと皆さんに。 ちょっと聞いたっていうので斉藤知事のお話をさせていただきます、まあ、お盆休みでしたので、まあ、皆さんもお休みだったかとは思いますし私も鹿児島へ行かしてもらったりしてたわけですけれど、えー、知事の定例記者会見がございませんでしばらくお元気な姿を声を聞くことができませんでしたので まあご機嫌いかがなものかと、まあ、心配をしていたわけでございます。皆さんも心配なさってるんではないかなと思いますが、なんと、なんとですね、私は至って元気だというふうにおっしゃってたと。まあ、と言いましても、と言いましてもあの、お盆休み入る前のことなんですけどね、お盆休み入る前のことなので、貯金の様子は、 よく存じ上げません SNS でも発信がパタッと止まっておりまして「あ <laughs> あそういや <laughs> 朝こたつ記事にもならんな」っていう神戸新聞の、えー、SNS が先月からパタッと止まっていると知事の SNS がですねその件について共同通信も報じてましたねちょっとどっちが後先かおそらく私の見た順番で言うとう共同通信の方が後から出てたんですが 配信の日時をちゃんと確認できておりませんけれどあこんな <laughs> こんな記事共同が全国に流すんやと思って、えー、仕事しろやと思いましたけれどもさてまあそんな斉藤知事をめぐるまあまあ記者さんたちもお盆休みも取れって言われるし大変なんだと思うんですけれど「デイリー新庄」がですね、うんえー 私はたって元気ですっていう。はあと思って大丈夫かなと思って読みました。あとで、ああの概要欄に URL を貼り付けてありますので、よろしければ、まあ、聞きながらでも、あの、ご覧いただければと思うんですけど、えー、本日お昼前に配信をされています、9月議会もやる気満々っていう、 はいえー、側近がどんどんいなくなっていっている、後任人事も決まったっていうところでのお話なんですけどね、井本千秋総務部長が総務部付きに移動して、後任が決まったという、これが、まあ昨日のお話ですけれど、えー、8月の8日、日向灘で、 えー、地震がありました宮崎県で震度6弱を観測しまあそこから諏は南海トラフかというので注意報も出されて白浜では海水浴場が閉じられたりしていたわけですけれど、えー、この日の話でありますまあ、ちなみにあの先月から病気で休んでいて今回、えー まあ更迭されたですね、井上総務部長でありますけれども、総務部のグループメッセージ、まあ、LINE なの、まあ、LINE は使ってないんかな、お役所では、グループメッセージに、井上さんが、お疲れ様というふうに書き込んですぐに自分で削除しているそうです。 まあまあ自分もね自分らも渡瀬さんが公用パソコンを使って何をしてたのかどんなメッセージのやり取りしてたのかっていうことを調べるわけですから病気で休んではるんですけど、まあ、どこまでどこまでほん本当に心身ともに。 仕事ができない状況なのか分かりませんがでその8日にですねえー、実はうん兵庫県の県議会で各会派の政務調査会というのが行われていまして県議会議員さんたちが出席してはったそうですお昼休憩の時に斎藤知事が 各会派の控え室を訪ねていったんだそうです、えー、片山副知事が涙を流して「んでこんなんなんでこの <laughs> 知事を支えられなかったんですか情けのおて情けろって」って言いながら「あああいつはコミュニケーションがちゃんと取れへんやつで」って言ってバッサリ切って薄ら笑みを浮かべて兵庫県庁を去っていったあの片山副知事でございますけれど。 まあ、どこへ再就職しはるのか知りませんがあの、議会とちゃんとコミュニケーション取れてませんでしたよと、でまあ、そこを一手になってたのが、<laughs> 片山副知事だったんでしょうね、まあ、服部さんもいてはりますけれど、まあまあ、そういうこともあって、これはやっぱり自分から出ていいかなと、まあ、日々のけ政制をちゃんとやっていくためにはということで、知事室を出てですね。 あの各会派に、まさ、あ、に維新にも行くんでしょうが、自,自民の方、ええええ、他の会派の皆さん、どうだったんですかね、お会いになったんでしょうか、また聞いておきますけど、ええ、控え室を訪れた斉藤知事は、こう言ったそうです、9月議会では、物価高対策の補正予算を提出しますので、よろしくお願いします。 ああそうですかああ。立派なことをおっしゃったんですね。ええ、いやまあもちろん物価高でそういった対応もせなきませんし今や来年度の予算補正予算もそうですけど来年度の予算をどうしていくのかということを検討する時期に入っているわけですが、うん、人事もねガタガタしている中でですね。やっぱり 兵庫,県兵庫県民のことを一番に考えてくださる斉藤知事殿様におかれましては、我々県民の生活のことを本当に考えて、物価高対策の補正予算、それによって私の懐がどれだけ潤うのかどうなのか、さっぱり分かりませんけれど、えー、そのようなことを、まあ、職員交えてですね検討されているということなんだそうです。 9月以降もやる気満々。しかし、その控え室で、さすがに、さすがにですね、まあそら、オフィシャルな記事録の残る話ではありませんが、ある会派、まあまあ、維ではないんでしょうね、自民なのか、どこなのか分かりませんが、えー、噛みつきました。うん。あったねと。 <laughs> ここを私、威嚇してます、はい。ありがとう、ファミリー劇場のような感じで、えー、ストーリーを威嚇して、さらにそこを浜村さんのように演じていますので、えー、内容にはそこがあるかもしれませんが、あたで、と、うん、ご自身の正義に基づいた対応をされて、県政を前に進めるの一,般、えー、一点張りですけどね。 私に届いてる声はね、ああた、ああ、県民の声は真逆ですよ。完全に県政は停滞してますよ。まあ、そう言いましたら、時折こう見せますね。にらみつけるような様相、これ、まあ、その一瞬の切り取りの写真の恐ろしさっていうのはまあ、ありますけれども。 そういう意地悪なレンズの仕事ではなくて本当に時々こうにらみつけるようなそういう行走になる時がありますよね記者からあの突っ込まれたくないことを突っ込まれたときにはね壊れたテープレコーダーでは対応できないような質問がされたときには、うん、そういう行走に確かになります。で こうう答えたんだそうですいや、職員が粛々と対応しているので、心配しないでください。まあ、これは定例会見でも言ってますよね、組織でやってますから、県庁という組織で動いているので、誰かが病気で休んだからといって、それで止まるようなもんではありませんと <laughs> 言ってました。 それも一つの考え方ではありますがでまあ昨日井上総務部長は、えー、更迭されたわけですけれど体調不良で休んでるんだということもその控室で各会派の控室で説明をしたんだそうですでその会派の役員が斉藤知事はどうなんですかとあとはどうなんですか っって言ったら、まあ、そう聞かれたからなんでしょうが「私は至って元気です」とまああの <laughs>、まあ、こうやったのかこうやったのかこうやったのか知りませんけど腕がついてたのかどうかは知りませんけど私は至って元気ですと答えられたと「デイリー新潮は書いております。 それはまあまあまあここでいや私もちょっと体調が悪くてって言えない時事、まあ、政治家にとって健康情報というのはもうトップシークレットですからたとえどんな不調があったとしてもやめますっていうまではそれを隠しておくっていうのはまあ政治家の基本といえば基本なんですけれどうーん。 まあこれがまあ8月8日のことなんで、そこからもうかれこれ、10日ほど経っていますから、どうなんかわかりませんけれど、9月議会に向けて、まだまだ自分がハンドリングをして、これまでもハンドリングしてたのかどうかわかりませんけれど、乗り切ろうとしているという記事を、デイリー新潮が書いております。 ただ、まあまあ、これもね8月8日の夕刊の段階あるいは9日の朝刊の段階で、えー、こういう記事を読んだかっていうと読んでないのでよほど新聞社や放送局は兵庫県庁の取材がお忙しいのか、うん、そういうルートをお持ちで ないのか、まあ、私もねいくつかその兵庫県庁の中議会の中のことをお聞きする LINE が LINE というと LINE 社の LINE ではなくて線がありますがあ,のあえて相手にもご迷惑かかりますんでよほどのことがないとこちらからは聞きに行きませんし。 まあまあそれに対してはお答えがあったり向こうからこうこんな風になってますよっていうお話はえ寄せていただいてるんですけどうん困難が週刊誌の発行スケジュールというかまああの電子版も含めてですねこうやって時間が経たないと出てこないっていう情報の目詰まりもなんか困ったもんやなと。 思っているんですけど、ね、でまあこの「イリー新調」の記事のことだけをお話しするのは何なんでちょっと気になる井本さんたちがですね、えー、病欠をしでまあまあこの先ないと思うんですけどその県の職員としてですねやっていく。 うまあ、その原理は今のところあるわけなので、えー、彼らを辞、あのー、めさせたからといって、別に私はそれで喝采を叫ぶうタイプではないんですけど、要は、百条委員会に出てくるのかどうかっていうことなんですよ。 でそこに対しての考察の記事とのもあまりなく,なく、まあ私はそのちゃんと取材もしてませんので、ネットでパラパラと情報を見たりするぐらいのもんで、大変申し訳ないんですが、この百条委員会というのは、地方自治法の百条に規定されているものなんですね。自治体のやっている仕事、事務に関する疑惑、不祥事。 を調べるるために議会が立ち上げるものであります今回の場合は兵庫県ですので県議会これが市役所のことだったら市議会町議会村議会ということなんですけど旧自治省総務省ですね総務省の資料によりますとえー 2022年度までの15年間2007年から2022年に百条委員会地方自治法百条に基づく調査は281件あるんだそうですだからまあその自分の住んでるエリアのローカルニュースとして取り上げられたら百条委員会百条委員会っていうので名前聞きますけどまあまああんまり 百条委員会っていうものがどういうものであるのかっていうのは日頃皆さんご存じないですよねまあ私らニュースやってましたからあの概,要概要は分かってましたしそれがあちこちで行われているまあでも百条委員会が設置されたからといって必ずしも大きなニュースになってるわけではないのででもまあそこにはいわゆるス,スキャンダルというかなんというかおえおいとこう 人としてどうかって思うようなことがあって、でまあうん、政治的に対立する、うん、者同士が百姓委員会の設置をめぐってもせめぎ合いをして、まあ、結果として百姓委員会を立ち上げざるを得なくなった場合に、えー 調査が行われるっていうことですよね必ずしも何か問題があったらすぐ百条委員会が立ち上がるというわけでもありません。えー、嘘の証言をしますと3ヶ月以上5年以下の拘禁刑、まあ、かつて懲役って言ってましたが拘禁刑、えー、です要は刑務所の中に入らなあかんという、まあ、執行猶予つく場合もありますけど3ヶ月以上5年以下の拘禁刑 正当な理由のない証言の拒否あるいは記録を提出しないという場合6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金でこういったことがあるというふうに認められたら議会百条委員会を設置している今回でいうと兵庫県議会はこいつが嘘ついてますとかこいつが出さなあかん資料を出しませんというふうに 告発しなければならないとで。告発したことによって、まあ、逮捕されるかどうかは別として、その罪に問われて、えー、起訴されて、で、判決で3ヶ月以上、5年以下の拘禁刑とかっていうことに処せられると。刑事罰があるという、そういうものなんですね。えー、例えば 大阪池田市の市長医師の人でしたけれど市長室に家庭用のサウナを持ち込んだっていうのがありましたよねでその汗かいたタオルを職員に洗濯させてたとでそのタオルが汗臭いって言うてツイッターに投稿したらそれで、えー、契約解除された。 あ違いましたね、それは今,あの,今のこととちょっとお混同しておりましたが2020年11月に百条委員会が設置されで、まあやっぱり半年ほどかかったんですね、2021年4月に辞職を求める調査報告書がまとめられてあのおっちゃんは辞意を表明をいたしました。まあ、東京都でも 豊洲市場に関する百条委員会が開かれたりとかしてるわけですね。うん、で今もあちこちで行われてまして実は、昨日奈良県橿原市柏原ではなく奈良県ですので橿原市ここでも百条委員会が設置されております。市が発注する LP ガス、プロパンガスですね。この契約、購入契約について、えー、ちょっとおかしいんちゃいますかというので、百条委員会が開かれております。もうこれ7回開かれてるんですね。で、そこに、市長、亀田忠彦市長が、承認として呼ばれておりました。えー、亀田市長は、 去年の10月に再選されております。まあ、無所属現職なんですが、自民党が推薦をしている人です。まあ、斉藤さんも自民党も、えー、維,新維新もをしてましたので、えー、今まあ自民党が A 方に回っていますが、自民党にも。 生みの親としての責任は維新だけじゃなくてあるんですけど斎藤さんはこの奈良県橿原市長については自民党が推薦して、えー、再選していますう維新の前の市長は敗れてるっていうことなんですねで一騎打ちで、まあ、自民党の人が勝ってるんですがこのカメラさんが呼ばれていました LP ガスのその契約がおかしいんじゃないかって値段がおかしいんじゃないかとえそもそも随意契約でそおかしいんじゃないかということで呼び出しくらってたんですが前の日になって市長と市の財務部長が欠席届を出してきました8月の2日に出頭の要請を受け取っていてで 前日になって「すみません明日出られません」って言ってきたんですってまあまあそれで言うと渡瀬さんも兵庫県の百条委員会に結局自ら命を絶ってしまったので出られなかったわけでで,でそこに文書とそれからワインのおねだり音声データを託して命を絶ってしまったわけでありますが橿原市の場合 この第7回、昨日行われる予定でした百条委員会に、市長と財務部長が呼ばれてたんですけど、前日になって、いや、用事があって出られません。でもその用事が何かっていうと、えー、補正予算の、えー、市長査定、補正予算を組むのに、行政のトップとして、 市長がこれをこうしろああしろっていうふうに決める1億円の補助金を4億円にしろとかまさしくそういうことを市のトップとして決めるその会議があるので16日明日は出られませんと前日になって言ってきました百姓委員会の委員からはいやもう8月の2日から通知してますよと で予算の査定の日程は調整できるでしょうと、百条委員会がこの日って言って、16日にやりますんで来てくださいって言ってんのに、それを15日になって、その夕方になって、明日出られませんって言ってくるのは一体どういうことですかと、抗議文を出すそうですけれど。で まあ教育委員会の事務局長は出席をして市の小中学校に LP ガスを納入している業者などについての説明はしているんですけど実はまあこれまあプロパンガスの契約をめぐる話なんで市だけじゃなくてプロパンガス業者まあ今、兵庫県でいうと信用金庫が問題になっているわけですがプロパンガス商工協同組合 会員企業14社あるそうです。ちょっと事情を聞かせてくださいと。市のこの LP ガスの契約についてちょっとおかしいところがあると思ってるんで百条委員会を開きましたから出頭してください。14社に出頭要請をしました。請求しました。12社が欠席をしております。その正当な理由なくその。 強い権限を持つ百条委員会の出頭を拒むことはできないんですけれどしかし現実問題これはまあ兵庫県ではありませんけれどね奈良県橿原市の話ではありますが強い権限を持っている百条委員会なんですがその調査の対象となっている市長がそしてそこに関連する業者たちがこれだけ14分の12社欠席してるんですって。 でもまあこれはあの維新じゃなくて自民党のやってる政権ですけどね、政権というか、自民党をしている市長のところなので、結局構造的には維新だ、自民だという問題ではないのでしょうけれど、30日に改めて業者への承認かも予定しているということなんですが、なので、百条委員会っていうものが、うちでの小槌のように、 あの真実がそこで出てくるっていうもんでもないっていうことなんですね。そんなん聞くとそんなん聞くとですよ。そのもう病欠で「えー、すいません」って言って「明日出られません」「いや今日行こうと思って靴まで履いたんですけどよう出られませんでした」っていうようなことはなんか簡単に。 もちろんその奈良県柏原市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 原しってるでしょうがテレビ大阪ではやってへんかもしれませんし <championships> っていうぐらいのその注目の集まり方がもちろん違う言いますけどね今や兵庫県のこの県庁の海というのは全国ネットの話 <laughs> 題にはなっていますからただ百条委員会が万能ではない っであそこにその弁護士さんまあそれは依頼主の依頼主の法的なその立場を,を守ってやるのが弁護士の仕事ですからえ追及する側につく弁護士もおりゃあね追及される側のにつく弁護士さんも いること自体は理解をしておりますしあるいはお医者さんですよね、まあ、話は全く違いますけれど和歌山カレー事件のヒ素を使った保険金詐欺の中で、えー、お医者さんもぐるになってたっていう話は出てきますよね、うん、映画では確かその部分は出てきてなかったかなマミーの中では。 え息子さんの書いた本の中では確か出てきたと思うんですけどもそらねえ,え診断書書いてって言ったら仲のいいお医者さんやったら診断書書いてくれるんでしょうね多分政治家がいつも入院して逃げるっていうのはそういうことですからねうんまあだから百条委員会にどこまでその 具体的な権限があるのかこれはまたあの教えてほしいですけれどもえ本人が出したなんとか医員のなんとか医師っていう医師免許を持った人の診断書があったとしていわゆるセカンドオピニオン的なこの人が本当に猪本がまあ片山副知事は今のところ健康状態云々という話は出てないですけれどもわかんないですよね。やっっぱりずっと実は病んでまして 本当に本当に精神を病んでる人だからしたらこんな侮辱はないよこれが嘘であったとしたらですよ嘘の嘘休み仮病やったとしたら本当に心を病んでいらっしゃる人あるいはそれで命を絶つ人もいるわけですからそんな失敵失敬な話はないんですが、うん、その百条委員会の指定する医師による診断 がないいととあかかんっていうことにできるのかどうなのかうーんあるいはもちろんその医師の立ち会いのもとに病院の中で、えー、話を聞くっていう秘密会の一種ですね、まあ、それは多分できるんだと思いますし、まあ、10分だけにしておいてくださいよとかいろんなそういう運用面での問題はあるのかもしれませんけれども。 ま、あの秘密会についてで5回があった書き込みがありましたけど秘密会というのは膨張ができないということであってその言われた内容がリアルタイムでネット中継されたり膨張したりはできないということですのであの当然百条委員会の調査としてされますしその聞かれた内容が。 あしっかり百条委員会の,その調査の結果に反映されるものですので、秘密会というのは別に、えー、秘密に聞いて誰にも伝えないということではないので、そこを勘違いしている人が1人コメントしてありましたけど、それは違います。で、えー、あの、あれですね、あれ,あれって言っても分かりませんよね、すみません。 あの新しく指名された人たちですよね有田さんっていう人が総務部長になりましたで小林さんの代わりにと理事になったのが稲城さんという,う財政部長で。 で財政部次長の中野園さんっていう人がとその稲城さんのやってた財務部長になったということですよね。えー、この人がどう知事との距離感がどうなのかっていうことについて、えー、また新たな。 情報が入ってままいりましたこ,こういうことを本当に、えー、新聞や放送は伝えてほしいんですけど4人組っていうのがね、まあ、あの中国の,その文革の4人組っていうのはまあまあ私らはまあそうかこの,このチャンネルをご覧の方はその4人組も知ってはるでしょうけれど斎、えー、藤知事が あ金沢さんを抑えて、えー、圧勝してで,できましたそこは自民党の本部も押してましたし、えー、維新も押していましたでその時に斎藤憲政を支える人たちが、まあ、夫人を組んだわけでですね、まあ、その中であの途中移動もあったりしましたがで片山副知事がおり で井本、まあ、この間まで総務部長、で小橋理事、この人がまあ若者 Z 世代っていうのを肝入りでやれと言われた人ですね。で、原田さんという、いまあ、未だに飲みに歩いてるっていう、すごい、も、ま、う、あ、ね、私でも。 私でもここまで世間に叩かれたらさすがに元町三宮界隈でようのまんはと思うんですけどまだ頑張ってはる産業労働部長で万博推進局長っていう人もいてはってまあこの人らも斎藤知事を支える人で有田さんはさらに まあもう1人っていうことになると、まあ、そこに入る人だと、まあまあ、それはそうですわね、一生室長からあー総務部長に今回、なってるんですけど、知事が頼りにしようと思ってる人でないと、それはまあ、選びませんわね、なので、そんな、そのいや、知事、それはダメですと、総務部長としてそういうことは認められませんと、今世間がどう思ってる と分かってるんですかっていうタイプの人ではそれはやっぱりないわなあということですね。まあこれまで重用されてきた今病欠されている人これをその、うん、とはまあ距離感が違うのかもしれませんけれども暴風圏には入ってないけど強風圏には入ってるっていうか。 台風で言ったらね、えー、なのでそんな遠い存在ではないということですね。で稲城さんですが、まあ、前の小橋さんは県の人でしたけれど稲城さんちゅうのは総務省から来てる人なんで。 でまあまあこれもその総務省からやっぱりその幹部が何年かの単位でこう貸し出されてレン,タルレンタル役人でやるっていうのがあその手をつけられると多分総務省としては多分絶対嫌だと思うんですけどねジムランのところから知事をいっぱい出していく若いやつらの研修の場を与えてもらうっていうその。 総務省旧自治省が、えー、それぞれの県庁を府庁を道庁を都庁を牛耳っていくんだっていうことからすると、えー、このシステムは温存したいと思うはずですけれど、えー、斉藤知事の後輩だそうですまあもちろんその先輩と後輩やからって言って私が毎日をその先輩 いやからって言って「はいはい」って言って何でもするわけではありませんし私の後輩はごく一部の人を除いて、えー、先輩である私が何か言っても「はい」ってもう聞いてくれる人なんでもう,もう本当に <laughs>「11 <laughs>」<laughs> もう2がないですからね <laughs> ぐらいですけれどもでも、まあ、まあここで持ってくるっていうのは まあ、それは総務省の思惑も分かってるし、えー、その総務省から送り込んだ斎藤知事を支えるっていうことの意味合いは分かってる人ですわねそれを持ってきたと稲城さんという人はで稲城さんのやってた、えー、財,財務部長財政部長財務省の財のつくとこですねここの 部長になった中野園さんっていう人はもともと議会事務局なんかもやってた人らしくて、うん、まあだってまあ言ったってそのこの3年間斎藤憲政の中で粛々と仕事をしていた人ということなのでやはりよく分からなかったんであの名前と前職としかしか新聞は書いてないので。 判断のしようがなかったんですけれど、まあ、案の定なんか自民党の総裁選挙ではないですがなんか名前と顔が変わったらなんかこれまでと違うそんなひどい人じゃないんじゃないかというふうにまあまあついつい人のいい日本人は思ってしまうわけですが兵庫県民は思ってしまうんですがまあまあそんな <laughs> そんなにバカとのうん。 そんなことやったらダメですっていう人かどうかっていうとまあまあそういうことではないわなという話でしたはい <laughs> これがまああの後任人事に関する新しい情報ですかねはいそんなところがこの知事が元気ですいたって私は至って元気ですという記事を 読んだ時点ででのお話でございました以上です、えーまあ、またきっと長官チェック明日やるときには新しい情報も入ってくるのでありましょう。うんねえ、まだまだ斎藤知事は粘るつもりのようでございます。 私も至って元気でございます。今日はお昼間、えー、近くの北浦酒店へ行きまして、遅いランチをビールと、えー、島美人で、えー、流し込んでまいりましたけれども、はい、どうぞ、ポチっと高評価、チャンネル登録、そしててんこ盛りクラブの会員にも。 何人かまた直近でもなっていただいております。ありがとうございます。毎月1100円の会費を頂戴をしておりますけれども、私のこの YouTube 配信を現金で支えてくださる皆様、ありがとうございます。ぜひあなたも参加していただければというふうに思います。私は至って元気であることを皆様にお伝えをいたしまして、この辺で床につこうと思い、いや、まだ今ね、この本読んでるんですよ。 えまた読み切ったらお話しいたしますが私はあなたと私の区別がつかない藤田聡真んという中学生が書いている本なんですがえこれを読んでえ休もうと思いますではまた明日でございます遅くからの配信にもかかわらずご覧いただきまして誠にありがとうございましたでは皆様どうぞ良い夢を見てください ジェットストリーム。